とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、デイリークエスト、いい場所が出てきてくれてます。めちゃくちゃいい、ここ。薄暗いジャングルのデイリーレベル3です。何がいいかって、報酬、近接武器だよね。ここ、ガントレット出るのよ。ということは、締め具が出る可能性がある。ここは絶対に回るべきだね。で、ここのね、変更点だけども、プレイヤーの HP100% 増加と、プレイヤーの速度が 20% 増加。いや、全然いいじゃん。で、近接モブが、雷のエンチャントを持ってる。これもね、いいのよ。もともと雷を持ってれば、帯電とか、やけどがついてる可能性が低くなるので、めちゃめちゃやりやすい。ということで、レベル3デイリー、行きましょう!ではまあ、行きましょうか。ここはね、別にボスとかもいないし、まあそこそこ安心して、行って大丈夫じゃないの?うん。締め具のね、262が出たらもうすごいと思う。うん。締め具の262はすごいやろうね。ダメージが多分一発で30万ぐらいいくんじゃない ?30万。あ、やばそう。で、防具もね、262はすごいらしいのよ。話に聞いた限り。HP が300万ぐらいあるみたいなんで、防具は欲しいね。300万あれば、多分ワンパンはされないんじゃない?うん。ワンパンね、されちゃうのよ。やっぱ HP が200万ぐらいだったら。なので、それが300万になると、だいぶ、ありがたい。で、なかなかたまんないね。なかなか、ソウルがたまんない。でも、矢の数も、まだ59本あるし、全然羽で、やっていけるね。うん。まだ変更点で、敵の攻撃力とか、こっちの HP が減るとか、そういうのがまだついてないんで、なんか、あ、帯電ついてる。あ、でもさ、まだ敵の HP じゃない、攻撃力とかが変わってない状態だから、あ、全然なんてことないね。うん、むしろもうなんか、影ビルド使わずに、このまんまいけるんじゃないぐらいのレベルだね。超余裕。いやー、いないな。あ、いや、結構先まである。結構先まであります。うん。何の心配もすることなく、いけてるよ、今のところ。し、ここはね、ソウルが切れたとしても、結構安心なのよ。ツタが、ニョキニョキ出てくるんで、そのツタ倒せば、なんとでもなります。ちょっと待って。ごめん。よし。ちょっと旗持ちは、このね、影化してないと、ちょっと、やりづらいので。し、浮遊攻撃とかついてるし。浮遊攻撃はやばい。あれついてると、マジで、死んじゃうので。うん。もう、新たな脅威だもんね。浮遊攻撃は。OK。硬いなぁ。勝った本当に。え、なんで?よし、OK。OK。さあ、なんだ?モブのダメージ 50% アップ。さあ、こっからが、ちょっと厳しくなってくるよ。ガンガン行きましょう。いや、やばいなぁ。やけど付きのクリーパーが、ちょっとワンスタが出ちゃった。でも、こいつら倒せば終わりなんだけどね。あのクリーパーさえちょっと、いければ、いける。ああ、来た!こいつは寄ってくるっていうのがね、嫌なんだよね。押し、OK。あと1体か。あいつを、処理できれば、いける!いけた?よし、OK。え、なんで?なんで?あ、そうか。影化してないんだ。おそらく。なるほどね。やば。
もう最後になっちゃった。やっぱりね、ちょっとね、イレギュラーな奴らが出てくると、やばいなぁ。よし。待て。なんとか倒すからさ。ちょっと待て。雷出てくれ、こういう時に。あっぶね。うわぁ、下倒した。ギリギリ。オッケー。まあ、このまま行きましょう。うわぁ、いけるか、これ。オッケー。いけた。抜けた。危ない。もうなんかね、やけどのやつが、もう壁作ってて。あれ、無理だろ、あんなの。よう抜けたな。よし。まあ、あとは、もうよっぽどのことがない限り、いけると思う。うん。まあ、よっぽどって言っても、帯電と、やけど、あいつが出てこなければいける。オッケー。その顔ね。いや、ちょ、待て。重力ついてる。あぶねえ。最悪なのは重力と、帯電やけど、そこら辺が、連なって出てくるやつ。あれはもう最悪だからね。オッケー。そういうのがなければ、勝てるはず。ソウルも一応足りてるから、ほんとここだね。ここで変なのが出てこなければ、勝てる。まあ、出てきてもいいように、若干、毎回距離取ろう。うん。やけどとかも出た瞬間やられるからね。オッケー。距離開けて戦っていきましょう。やっぱね、もともと雷が多くつくっていうのは、デバフみたいで、実はいいバフなんだよね。オッケー。雷だけか。これは余裕です。でもまだ残ってるからね、敵が。気をつけていきましょう。大丈夫ね。オッケー。ほんとちょっとでも気を抜くと、やられるから気をつけろ。オッケー、雷。よし。もうちょっとだ。で、クリアしてからの、お楽しみは、ほんとこれ楽しみだぞ。頼むから、もうここでね、最強の締め具が出てきてくれればもうほんと最高。むちゃくちゃ最高だよ。よし。まだか。ちょっと待って、危ないぞ。雷ね。雷なら全然いける。よし。前はね、これ、帯電が、ついてたやつがもう出た瞬間に、ブレッこうやられてたんで。あ、ぶね！大丈夫か？うん。大丈夫。やっぱ雷多めに出てきてくれるんで。ありがたい。ん？まだやろ。まだ敵はいるはず。クールダウン3欲しい。いけた。クリアした、これは。確実です。完璧。はい。よし。では、旗6個全部。入手しました。デイリーレベル3、報酬で近接武器なんで、ガントレット、ムチ、斧、両刃斧か。さあ何が来る。あそうか、ここで幸運をつけてクリアした方が良かったか。ちょっとミスったかもしんない。あ、でもまああれもまあね、気持ちみたいなところもあるし、大丈夫。祈っときます。最強の締め具。まず最初はね、最初は254とか255が出るもん。ね。呪いの斧255。これも悪くないよ。悪くない。でも260台になると、ダメージ跳ね上がるからね。締め具、来い。ツルハシか。ひどいな。でもまあまあ、呪いの斧か。いやー、よろしくない。エンチャントが全然よろしくないわ。よくないんで、これは、お供え物だね。はい。
ということで、今日はデイリーレベル3、クリアしてみました。まあ、なんともなくね、クリアできると思いきや、意外と難しかったっていうところです。最強の武器をね、目指して、まだやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。